断捨離前に来たんだけど。ああ、どうも。23年分のお年玉もらいに来た。え？ねえ、まだ？はい。や、次。え、ダメなの。ダメだろ。いい？僕の祖父は優作。で、僕の父は優二。で、その兄は陽一。で、その息子は？僕？あ、そう。だから、23年目のお年玉。やってみよう。今日はおじさんからお年玉を受け取るのをやってみよう。これがお年玉。これがおじさん。新年に親戚の人と挨拶の際、子供は大人からお小遣いの入った袋をもらいます。これがお年玉。少ね。お店のじゃあ、マリコ。100円のやつなら。ピンとこないかも。ダメ？なんか昔さ、バンドとかしてた。ああ、覚えてんだ。むしろそのイメージしかない。もう、やめとけ。え、こんなんでいいの？え、てか、これまだあったの？まあ、しょうがない。どうぞ。あれ？いや、動かない。はい。それ持ってた。また、盆と正月に来るからな。で、だからそれまで、お年玉用意しとけ。